茨城県道43号茨城岩間線は茨城県東茨城郡茨城町から笠間市に至る県道である。茨城町と笠間市を東西に結ぶ主要地方道である。本路線は路線認定当時から指定された現道と常磐自動車道岩間インターチェンジと連絡する振動の2本のルートがあり、それぞれの道路が約1.5から 2.5km の距離を置いて、 並行する。歴史としては、北線の方が古いが、道路規格が良く、高速道路のインターチェンジに接している南線の方が近年は、本線としての印象が強い。1959年10月14日、新たな県道として、東茨城郡茨城町を起点とし、西茨城郡岩間町を終点とする区間を、本路線として、茨城県が県道路線認定した。 道路法の規定に基づき、東茨城郡茨城町奥谷に道馬及び、茨城町小幡笠間塩社返還は、緊急輸送道路として、機能を維持するため、災害発生時の被害拡大防止を目的に、道路用地内に電柱を建てることが制限されている。茨城県道43号茨城岩間線、茨城町奥谷に、起点付近福音、曲線半径。 幸倍その他道路の状況により最大積載4トンの普通貨物自動車が通行できない区間。ありがとうございます。